紹介したいと思います。来年から本気出すクリスマス、クリスマス完全にこう SM プレイですよね。こんにちは、なおいです。こんにちは、今日はぐでたまの日めくりカレンダーを紹介したいと思います。もう出ますか。2016年の日めくりカレンダーですね。早いでございますね。まだ9月ですよね、うん、まだめくれないのに出てます。はいはい、サンリオンラインショップで1回売り切れて、うん、あ、ほんと。はい、最近やっと再入荷されてまた販売開始してるんですけど、すごい人気で、この分厚さですね。ねえ、うん、365日分のぐでたまのぼやきがここに入ってます。いいですね、これね。そう、ちょっとだけ見ましょうか。これを切り取り線があるんで、うん、ここにピリピリピリってやると、こう元旦、元旦来年から本気出す、うん、いきなり言いますねいきなり1年捨ててきたな、こいつ。かましてきますね。いや、かますね。まあ続いてる、はいはい、めでたいですね。気持ち悪い、うん、これ、 もいつも思うけど、これ一番気持ち悪いよね、ぐでたまの中で。伊達巻き一番気持ち悪いかもしれない。エブリデイね、正月、うん、うん、ね、ってな感じですね。じゃあちょっと気になるところ、うん、2月13日、はい、バレンタインデー前日ですね。あ、ドキドキ、なるほど、キリかな。で、14日はお母さんからの数に入りませんもらえなかった感じもするね、うん、翌日ニセタマさんもらえなかったみたいですね。カラザはいらないよね。じゃん、あ、え、バレンタインデーにカラザくれたからお前いらない早っ、別注でね。早いし、カラザもらったんだ、一応こいつ。一応もらったんだ。見たい日あります。すごいね、これ。でも365個の絵があるってことでしょ。そう、終戦、うん、あ、いきますか。じゃん、やばいやばい、こういうことグレ玉、グレ玉どうした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 、新年写真みたいになってる。これはどうなの。ここはやっぱりこの8月15日これを持ってくるっていうハイセンスぶりね。これですね、クリスマス、クリスマス、いい子にしてないとサンタさん来ないよ。完全にこう SM プレイですよね、うん、はい、大晦日、またなっつって鍋、うん、いいじゃないですか、これなんか今年が終わる感じがした。今すごいな、毎日毎日違う絵でね。すごいですよね、毎日楽しめる、はい、うん、というわけで今日はぐでたまの日めくりカレンダーを紹介しました。はい、今日今ね9月の時点で持ってるけど、これ使えるの1月1日なんですからなんですが、はい、使ってみたいと思います。皆さんも見かけたらぜひぜひ買って使ってみてください。お値段は税抜き1800円です、うん、それでは皆様さようなら。あ、でもぐでたまが裏側ですごいこと言ってる。あ、見せてください。ぐでたま的にはもう食べられる予定しかないって。いや、もう暗いのか、これブラックジョークなのか。まあ、そうですよね、ぐでたまは食べられますからね。そうだね、最終的には。早いですね、9月の時点でもう1月からのカレンダーを売り始める。文房具屋行っても今手帳とかさ、もう出てるでしょ。そうなんですよね、手帳とかだったら10月始まりとか、あ、そかそかそか、12月始まりとか2月始まりとかいろいろあるじゃないですか。でもこれ日めくりカレンダーなんで、10月始まりの手帳っていうのもおかしくない、よく考えたら。1月からなんだけども12月に買う人のために今12月からにしよう、うんうんうん、でみんな12月に買うからちょっと早く買うためのために11月からにしよう、で11月なんだけどって10月からにしよう、こういうことでしょ。そう、そういうことですね。なんとよくわからない、もう最終的にはもう毎月出るんじゃないのみたいなね。あと人によってはあと飽きるんじゃないかなと思う。ああ、なるほど。そう、飽きた頃に買えるんだ。そう、あ、おえさんは手帳使われるんですよ。使ってますね、うん、はい、でもまあ年々こう薄くなってますよ。今も結構薄いやつですよ。そうです、私も使うとしてもそのカレンダーの見開きの1ヶ月分のところだけでいいです。なんか余計なのはいらない、あれだけでいいと思う、うん、あれと、あとは後ろの方にあのノートになってる、ね、そうそう、白いところです。そのそうそうそう、メモ書き普通にメモ書きができるところがちょっと多めにあったらありがたい、そのメモ用紙持たなくていいから印刷するっていうので、うん、それをいつも探してますけどね、うんうんうん、年々薄くなって、うん、そうそう。でもね、やっぱりね、できたら可愛い、なんか自分好みのね、お腹のちょっとすごいお腹だった、おかしいな。もうお腹の音っていうのはおならと一緒だから。違いますよ外に出してないし、匂わないし。今日屁こかれたようなもんですよ。こら、こら、これ見てるね、
ね、小学生の男の子とか女の子いて、もしくはラスメイトがお腹鳴った時に、へえこいたって言ったら傷つくじゃないですか。だって嘘だよ、だって嘘だよ、そういう風に言ってる人いたよって。嘘嘘嘘嘘、お腹が鳴るのはへえこいたのと一緒やでって言ってる人が、一緒じゃない、一緒じゃない、誰それ、大江さんやでって。いや知らないよ。おもろいなと思って言っただけ今ね。おならしようか、じゃあ。やだ、大江さん、大江さんと本当におならするんですよ。したことないでしょ、お前で。でもするよするよってよくやるじゃないですか。ちょっとちょっと、やめてー。本当に嫌われますよ。すいませんでした。1枚2枚3枚何これ。お岩さん